うん、お前ほんまさ、うん、ようわからん人と遊んでるわけやからさ、うん、出してもいいよ。じゃあ、うん、飯塚さんとかいいの？誰？飯塚さんとか。飯塚さん、うん、あ、ゼロさんの？あー違う違う違う、あの三茶に住んでるカード会社の取締役の人。山内さんみたいなボケすな。何それ、そんな人おんの？うん、ゴルフ友達から。え、50何歳？50何歳はもう、うん、52、3ぐらいかな。あ、いいやん。2人で出れない時もありますから、うん、そのスケジュールのあれで。うん、お前と、うん、その飯塚さん。で、飯塚な。飯塚さん。怒りはるから。お前はマジで。何？飯塚と何すんの？いつも。ダーツバー行ったりとか。あ、飯塚さんのね、まだ独身なんですよ。結婚で。で、うん、なかなかね、うん、彼女ができないんですよね。うん、ちょっとなんかいい女性を紹介したいと思って、ね。なんで飯塚に彼女を作らんの？いや、これは本当に。騙されてるのよ。何が？女性に。いい感じに。それこそダーツバーで、うん、で、一緒にちょっと気になる女の子がおるから、つって、うん、ダーツバーで出会った子がいて、うん、その人に、うんに俺を合わしたいって言って、うん、で会って、うん、で、あ、でもこの感じやと、いやいや、風邪で彼女になるんじゃないですかって、うん、いや、実はこの後、来週大阪旅行泊まりで行くねんって。で、それでなんかめっちゃええホテルのスイートを押さえてると、うん、そこに女の子が泊まりたいって言ったから、うん、で、20万ぐらいかな、うん、でそこを予約して、うん、行ったけど何もできずに、さらにバッグを20万ぐらいの買わされて、で帰ってきたらそっからありがとう連絡もなく一切連絡なしって。うわ、うん、ほぼアリコンさんやん。そんな話一回もせんかったよね。まあまあな、説明、親友って言ってたよ。いや、すごいよな、仲いいですよ。なんなんそれ、誰に言ってってんの、その飯塚の話は。そんな話をさ、なんで黙っとけるん、なんか。聞いたことないよ、うん。お前に言うのもなかなかあれや。ちょっと待って、飯塚のさ、やつもさ、なんか週刊誌出たりすんじゃん。